ザドの建造物の一つ。警察による強制立ちの木に備えて見張り台としての役割を果たしているザド、ザド、フランス語、ゾーンアディフォンドとは、フランス語の造語であり、開発プロジェクトを物理的に阻止することを目的とした過激派によるスコッター行為を指す。ザドは特に生態学的、農業的な側面を持つ地域で組織されており、特に南都の北にある。 ノートルダムイコールデイコールランドでのグランウェスト空港計画を撤回に追いやったとされる永久封鎖村が特筆される。しかし、ルーアンやデシーヌイコールシャルピューなどの都市部の選挙においてもこの名称が使われるようになっている。運動当初のスローガンの一つはザドあらゆる場所にであり、公式な数字はないが、2016年初頭には、 フランス全土で10から15のザドが存在していたと推定されている。ザドは守るべき土地を意味し、開発整備予定地域の略称をもじった名称である。2016年版のプチロベール辞書には、ザディストの語が環境にダメージを与える開発計画に反対するためにザドを占拠する過激派として収録された。ハンバッハのザドフランスでは、 2010年代初頭におけるノートルダムイコールデイコールランドでの空港建設計画反対運動がきっかけとなってこの後が広まったザド運動は環境を守るための大規模なインフラプロジェクトに対する挑戦必要であれば国家権力との対立も辞さない地域住民による土地の将来についての決定権資本主義経済の拒否から始まっているザド運動の前身に相当する フランスでの最も有名な運動としては、ラルザック闘争や、イゼール県のクレイスマルビルとプロゴフで、それぞれ計画された原子力発電所建設に対する抗議行動がある。2012年秋のノートルダムでランデでのコミューン、強制退去が失敗に終わって以降、フランスではザドが増殖している。ザドの強制退去失敗後に最初に設置されたのは、2012年の 冬に始まったオーシャン社による不動産プロジェクトに対抗して選挙されたルーアン近郊のザドブイヨン農場であった。この他にも活動家のレミフレーズがフランス警察の鎮圧行動により死亡したタルヌ県のシバンダム計画への反対、イゼール県シャンバランの森でのセンターパークス社の旧家村計画への反対、そして最近では知事をフランス語、 センターアンドストリエルデストキッチジアやラジックと呼ばれる、ビュールでの各廃棄物貯蔵計画への反対などが、最もよく知られている事例である。フランス国外では、ドイツハンバッハの森の占領、イタリアバルディスーサでのハントリ,ノリオン高速鉄道運動、イギリスのロンドンヒースロー空港拡張に抗議する、グローヒースロー選挙など、ザドのコンセプトに似た活動がある。年、 アベロン県ン,ンビクトールエメルビューにおいて風力発電をはじめとする再生可能エネルギーによる電力を配電するためにフランス電力の子会社である電力輸送連絡網が進める変電所建設への対抗を目的としてザドデール・アマッサダが設立された。エル・アマッサダとはオック語で集会を意味する。2016年には風習館 と称して7ヘクタールの敷地にさらに多くの団結小屋が建てられ、ビュール、ロアボン、バルディスーサなど他のザードからの支援を受けた。プロジェクト進行を遅らせるための方法として、136人が3300平方メートル以上の土地の個人所有者となったため、アーティ社が個別に買い取らなければならないことになった。アーティ社は2018年6月に、 プロジェクトの公共事業宣言を取得したため、立ち退き実施が認められた。そして、2019年1月には、不法選挙者たちに立ち退き命令が出され、1日、滞在することに2000ユーロの罰金が課せられると、警告された。2月には、退去を拒絶する、者たちが居座る敷地に対して、警察の強制捜査が行われ、5人が逮捕された。7月の裁判を前に、 逮捕された5人のうち2人はザドへの立ち入りを禁じられ、3人はアベロン県への入居が禁止された。2019年10月、ザドは立ち退きを余儀なくされた。11月に行われた抗議デモ行進では、花を持った300人が集ったが、これに対して警察は、催涙ガスを使って、群衆を鎮圧し、数人を逮捕した。ムーズ県、ビュールのザドは、 ムーズオートイコールマルの地層研究所として知られる各廃棄物貯蔵施設の拡張に抗議している。フランスの原子力産業は毎年約1万3000立方メートルの有毒放射性、廃棄物を排出している。国の承認を得れば2025年以降、この廃棄物はすべてビュールの地下に保管されることになる。2004年以降、 リュウレの中心部には反原発のメゾンドラレジスタンスがあり、抗議活動の本部として機能している。マンドレ、アンバロワの森の中にある建築計画による破壊が見込まれる土地の一部が2015年に占拠された。2017年に行われたデモに対しては、警察が放水銃を使用し、催涙ガス弾やスタングレネードを発射。負傷したデモ参加者は30人で、 そのうち三人が入院した。うち27歳の男性は爆発したり、第四、催涙手榴弾を足に受けて、長さ1 3トル、深さ3センチメートルの穴小を負った。2018年、マンドレ、アン・マロワの占領地は強制退去させられた。そこには30人が居住していたが、彼らはメゾンドラレジスタンスに引き上げた。当時の内務大臣、ジェラール・コロン・ジェラール・コロンは、 フランスに無法地帯があることを望んでいないと述べた。立ちのき後、敷地の再選挙を求める声が上がっており、この脅威に対抗するために大規模な警察部隊が現場に駐留した。ザド・ジュムーランは、バイコールラン県ストラスブール近郊に建設される予定の具庫とも呼ばれる A355 高速道路に抵抗するため、2017年に設立された。ストラスブールを通り抜ける、 A35 の混雑を緩和するためのバイパスとして設定された24キロの高速道路案に沿って8つの団結小屋が建てられた。建設費用は5億ユーロを超える予定だった。ザドは2018年9月に500人の警察によって強制退去させられた。欧州議会議員のカリマデリやジョゼ・ボベラは道路を止めるための闘争に連帯してデモ隊に参加していたがデリは 警察から顔と口に催涙ガスを吹きかけられ意識を失って倒れた。ボベはこの暴力は容認できないと述べた。ザドでノートルダムでランディスのバリケード。空港と彼の世界にこうしてとある。ザドノートルダムでランデはフランスのザドの中でも最もよく知られている。なんとに近いロワールアトランティック圏にある大部分が農地の1650ヘクタールもの非常に 大規模な土地であり、これを接収しようとするフランス国家による組織的な目論みに抵抗して全国的に有名になった。選挙者たちはなんとアトランティック空港に代わる新空港として計画されていたグランウエスト空港に反対して長期にわたる闘争を行った。2018年新空港計画の撤回が発表されるとともに選挙者に対して 春までの退去が宣告された。2018年4月、フランス国家が自治区の支配権を取り戻そうとする中、大規模な立ち退き作戦が始まった。4月19日からの10日間の間に、警察は1万1000回の発砲をした。立ち退きは4月26日に停止され、少なくとも5月14日までは凍結されると、された。この停戦は、 ザドの代表者が28のプロジェクトの法的承認のために交渉したことで実現した。一部のプロジェクトにおいては個別の申し立てに応じられたものの他のプロジェクトは手続きへの参加を拒否した。5月17日、立ちのき作業が再開された。リヨンとグルノーブルの中間に位置するイゼール県ロワボンのザドはシャンバラン高原に センターパークスによる建設計画に反対するために設立された。センターパークスなきシャンバランという団体に代表されるように、環境保護活動家たちは2007年からこのプロジェクトに反対している。この建設計画では森の中に専務に近いコテージを建設する予定だったが、2016年12月にリオン控訴裁判所控訴裁判所が計画に対する3つの 認可のうち二つが違法であるとして差し止められた。裁判所は環境保護主義者による5600人を収容する施設からの排水処理の問題や水位の変動が76ヘクタールの湿地帯に与える影響への懸念に同意した。裁判所は保護手喪失の可能性が600人分の雇用喪失の可能性よりも重大であることには同意しなかった。 センターパークス社を保有するピエールバカンスグループは判決を不服として控訴すると発表した。2018年のザドは公爵家や南バリケードなどと称する建物を複数持っていた。30人の住人は藁ぶきの住居を建設する計画を立て野菜を栽培したり家畜を飼ったりしていた。メディアを再生するシバンダム建設反対の様子。 シバンダム計画によって脅かされたテステット湿地帯の生物多様性保護を訴えるデモが発展し2011年から2015年まで存在していたザドジューテステットとなった何度か立ち抜きが行われたがその度に再度占拠された2014年に植物学者のレミフレーズが警察の発砲したスタングレネードによって死亡し翌年にはダムの建設が中止された ありがとうございます。